走り屋とは高速道路や山岳道路などの行動を自動車やオートバイに乗りスピードを出して走ることを特に好む人々のことで法定速度や安全面に全く配慮しない迷惑犯罪行為を行う集団でもある。警察の使用する競争型という故障やほぼ同義の英語ストリートレーサーのようにいわゆる暴走族とは違って集団で街を徘徊するのではなく 人里離れた山道などお好み運転技術や車の動力性能に重き多く傾向を持つ。報道機関などは出没する場所や行動により、ローリング族、雷族、ルーレット族、ドリフト族などとも呼ぶ。同様の暴走族は、若者にも自動車が普及した国や地域であれば、ほぼ普遍的に見られるが、その文化は大きく異なっているため、本校では主に日本に関して説明する。 日本において、行動暴走を行う者は、1960年代までは、雷族と呼ばれたが、1970年代以降、暴走族として扱われるようになった。この頃からグループごとに特徴が現れ、暴力行為で制圧しようとするグループと、運転技術で勝負しようとするグループに大別される。後者が、街道レーサーと呼ばれ、後に、走り屋へと故障が変遷していった。 レースやラリーなどの競技を意識したものが多く、ラリーストが夜間に林道などで無許可の練習走行を行うことも広い意味での走り屋に含まれる。また、実際に公式な競技に参加していなくとも集団を形成している場合は、レーシングチームを自称することもある。見物人も多く集まって行われるレースの種別は多岐にわたるが、 レース競技を模しているものの合法性に欠ける行為で、あることから、公に広報を行った行事として活動されることはなく、あくまでも非合法な集まりとして展開される。主として深夜帯において、高速道路や俗に峠と称される、曲がりくねった山岳道路、港や直線が大維新市街地などで、直線やカーブをいかに高速で、 格好良く走るかを追求した走行を行う。しかし行動であるがゆえに、指定速度の極端な超過や、場合によっては、車両の不正改造などによる違法行為を伴うことがある。他の一般車や歩行者に危険を及ぼしたり、通行の妨げになるほか、近隣住民への騒音被害や、道路設備の損壊などが、社会問題になっている。それ以前に、 砂川市一家五人死小事故のように何も知らない、一般車及び歩行者が事故に巻き込まれることもある。走り屋とは、もともとは、第三者が運転に引いてているものに対し、称号的につけた故障であり、自らは違法行為を犯しているという認識を持っていたが、現在ではいわゆる走り屋の多くは、自らを暴走族と認めることを嫌い弁宜的に、 走り屋を自称し自らに言い逃れをしている傾向がある。走り屋は思考の対象が車両、または車両の運転にある場合が多く、社会に与える迷惑は複次的に発生する事象であり、一方で暴走族は集団で迷惑行為そのものを思考する場合が多いという観点で区引きが可能である。ただし実際は前述のように複次的なもの以外にも、 迷惑行為を行う違法競争型暴走族がおり、また、共同危険型暴走族から違法競争型暴走族への流入傾向もある。ことから、両者とも様々な形態が存在するため境界線は明確でない。一定の年齢に達するとともに、様々な条件が重なって遠ざかっていくことが多い。ただこの故障について、特に、それらマニアからは、 好意的な解釈をもって受け止められており、自動車関連のプロや評論家の紹介にも使用されることがある。若者の車離れも参照。いわゆる段階ジュニア世代が成人、免許取得、乗用車を所有し始めた1990年代をピークに、その後は走り屋の減少傾向が続いている。そもそもバブル景気の崩壊以降若者が自動車に興味を示さなくなっていった。 乗用車の構成のおけ、安全性追求による車両価格の増大、すなわち収入減と支出増の経済的理由が大きな要因である。特に車両は新車価格で200万円台を超えるものがスタンダード化したため、若い労働者にとっては車両費、維持費のみならず改造費を捻出することは困難となった。また警察は同時期速度超過を筆頭に、 主機帯運転、シートベルト着用といった3エズ運動を徹底的に行い、さらに反則金が大幅に増額された。さらに、平成12年ハイガス規制において、スープラ、RX-7、スカイライン GT-R、シルビアといった走り屋に人気があったスポーツカーが次々と生産中止となり、中古スポーツカーの値崩れに歯止めがかかったことが、 再び走り屋の衰退を加速させた。2016年現在においては少子化と若者の車離れが顕著化したこと、警察による取締りや違法競争暴走行為対策の強化がかなり進んだこと、ハイブリッドカーを筆頭に環境に優しい車が人気を得る一方で、一般的にハイパワーで燃費の悪いスポーツカーはエコカー減税の対象外であること、 さらに中古で人気のある車種は軒並み旧型車が多いことから経年劣化やエコカー補助金で絶対数が減っているその上日本の走りや文化が海外に知れ渡った結果近年では追い打ちをかけるように日本製スポーツカーの海外流出も起こっているこれらの影響で人気車種は中古車数が減る一方であるにもかかわらず 新世代ベース車がなかなか出てこない時代が続いていること、ガソリン価格の高騰などから走り屋の割合は、前世紀に比べると極端に少ない。最高速車の限界速度を追求したり、区間内のタイムを競う行為。主に高速道路を利用するが常識を逸脱した、速度域で必要以上に、車線変更を繰り返しながら暴走する。関東地方では主に首都高速道路の湾岸線や、 東京湾、アクアラインや、第三京浜道路、関西地方では、阪神高速道路の環状線や湾岸線などに出没することが多く、東海地方では、名古屋高速道路の環状線や伊勢湾岸自動車道、東名阪自動車道などに出没することが多い。関東、中部、関西を問わずに米エリアを主体とするものは、湾岸族と呼ばれる。行動再高速という事柄から、 莫大な資金を投じて高級スポーツカーを極限までに改造している。これらの違法改造に湯水のごとく投資できる裕福層に位置する者も,もいれば、自らの生活を切り詰めてまで活動する者も,もいる。車体や改造に莫大な資金を注ぎ込むため、会社社長、医師、弁護士といった高所得者や裕福な家系の大学院生等の学生も存在する。ルーレット族。 環状属関東地方では、ルーレット属、関西地方では、環状属と呼ばれ、環状道路を一周するタイムを競う行為。関東地方では主に首都高速都心環状線、関西地方では、阪神高速1号環状線、東海地方では、名古屋高速都心環状線などの環状型の自動車、専用道路に出没する。関東地方では、芝浦、辰美、 箱崎などのパーキングエリアに集まり、集会のスタート地点として利用している場合が多い。そのため、各 PA においては特に深夜、一般車の利用を妨げるほど混雑することもある。年に数回警察による違法改造車の摘発がこうしたエリアで行われている。近年、経済が急発展している隣国の中国でも、裕福な指定で構成された暴走族の出現が、 社会問題化し始めているが、同国では暴走族全般の総称として、ルーレット族と呼称されている。ローリング族、峠族、峠小僧峠道をいかに早く走れるかを競う行為。狭い峠道の急カーブを曲がる際に車を制御しきれず、対向車線に飛び出して、正面衝突事故や自損事故、転落事故もしばしば起こるため、それぞれの地域ごとにどの区間を走る。 どこで折り返す、上り下りどちらを走るなどの独自ルールを作っていることもある。しかし、あくまで勝手に決めているものであり、知らずに通りがかった一般車が巻き添えとなることは排除できない。また、漫画などの舞台で実在する場所が取り上げられたものも多く、前述のように被害の多い地域では夜間閉鎖を余儀なくされる道路もある。カーブの多い道路形状に沿って早く走ることは、 車の性能以外にもドライバーの技術によるところが大きく、ローリング族として技術を蓄えたものがサーキットでの走行へ切り替えたり、プロのレーシングドライバーとなることもある。04発祥は14マイルの直線での到達時間を競うアメリカ合衆国の違法行動レースであり、現在はモータースポーツとして定着しているドラッグレースを習ったもの。停車状態から急加速し、 400メートル地点までへの到達タイムを競う。短距離ではあるが、およそこのレース用に改造された大パワー車が用いられることが多く、最高速度は時速200キロメートル前後に達する。主に直線が続き道路幅が広いところ、交通量が少なくなった深夜、早朝の時間帯を見計らって、工業団地や港湾に出没することが多い。 ゼロ4という言葉は日本の非合法行動レースを指すことが多く、公式競技では国際的故障のドラッグレースと呼ぶことが一般的。ストリート主に直線が多い一般道で信号機を使い、ところ構わず行われるゼロ4やレース。ストリートゼロ4シグナルグランプリとも呼ばれる。条件が揃えば住宅街で平然と行われる場合もある。防止策として、 幕張新都心のような新市街地のうち、夜間無人になるオフィス街では深夜帯は街灯を消し、ストリートの参加者が集まるのを防ぐようにしている。初心者や軽い改造の車、暴走族崩れの VIP カーと呼ばれる、セダンなどが気軽に参加することも多く、走りにあまり重きを置かない、お祭りイベント感覚の暴走行為である。ドリフト族を主に深夜の峠や広い駐車場、 港で車を恋にスリップさせながら暴走する行為。いかに格好よく滑らせながら走るかという彼らなりの自己満足に重点を置く。車を横滑りさせる行為は自動車本来の走行法ではないため制御不能による道路逸脱や横転などが起こりやすく事実上センターラインを越えずに走ることは想定されない。この行為では路面に タイヤのスリップ痕が残るが、路面の白線にタイヤ痕をつけると、器物損壊罪となる。また、路面やガードレール等の損壊も発生しやすい。大阪で駐車場の区画ペイントに残されたタイヤ痕が、器物損壊と認定される初の摘発がされた。故意に、スリップさせるため、タイヤの異常摩耗による悪臭や、 白煙もひどく、バーストしてしまった時にその場で、答えヤを不法投棄してしまう問題もある。夜間閉鎖によってドリフトする場所も激減し、2001年以降は、合法的な自動車競技として、全日本プロドリフト選手権という競技が開催されるようになり、サーキットでの活動イメージを強調することで、アンダーグラウンドイメージの改善を図ろうとしている。 この日本で生まれたドリフトの文化はすでに海外のストリートレーサーに幅広く浸透しており、特にイギリスや北米では一時社会問題となったこともある。中東ではサウジドリフトと呼ばれる誘復層がギャラリーの前で直線を用いて違法なドリフトを行う行為が頻発している。もともと世紀のモータースポーツの模倣から始まった行為ではない点で他の行為に比べて 独自の文化があり、近年は派手で目立つことや他人との差別化を図ることを目的として、ミドルクラスや高級セダンなど、スポーツカー以外の車種が使われていることもある。ドリフト走行の項目も参照なお、これらの行為を助長している雑誌、パーツメーカー、チューニングショップも数多く存在し、違法改造部品の商品開発や、性能テストで、一般道や高速道路において、 常識を逸脱した速度で運転することもある。1980年代のオートバイブームの際に、レース専用車両を模した、レーサーレプリカと呼ばれる型のオートバイに乗るものが流行した。レーサーレプリカモデルに乗り、フルフェイス型のヘルメット、グローブ、ブーツ、レーシングスーツを着用することが多い。オートバイ雑誌の連載企画である読者からの投稿コーナーが人気となり、 読者からの投稿専門の雑誌、バリバリマシンが発刊されたこともあった。代表的な漫画としては、茂野周一の、バリバリ伝説、頭文字 D 訳すの木道春の、ワンガンミッドナイトなどが挙げられる。近年、大型や、ミドルクラスのスーパースポーツが人気であり、各社フラッグシップの車両に乗るものも多い。1980年代後半の関東方面では、車体価格が安くて、 高輪駆動である86や R30 スカイラインが人気で、関西方面では FF であるホンダのワンダーシビックやバラード CRX の人気が非常に高かったが、1990年代に入るとシルビアや 180SX、r 3 2系スカイラインなどの高性能な f r 系日産3社が彼らにとっての定番車となる。他、ハイソカーブームの終焉によって、 それらの車種が中古車市場で安価になったことから、後輪駆動のハイソカーも多く使用された。2000年代に入ってからは、かつての86やシビックに代表されたライトウェイトスポーツやシルビアやスープラなどのスポーティーカーは、すでに生産されていないため、中古車市場から調達することになる。中古車にしては、その年数と走行距離から見て、 かなり高めの価格で取引されているが、それでも新車対比では割安感があるため、昨今は過去のようにスモールクラスの車ではなく、ミドルクラスの高性能モデルを選ぶことが多く、チューンやドレスアップに資金を投入するものが多くなってきている。ロータリーエンジン車 RX-7 も人気が高かった。また、FR 駆動かつ中古の車体、 部品が安く大量に手に入るところにパーツの互換性からチューニングが容易であったことが加わり、特にドリフト系を中心としてマークに3プラス1兄弟アローレル、セフィーロといった D セグメント相当、場合によってはクラウニア,アリストといった E セグメント相当の FR セダンをベース車にする動きも活発である。当然当初は上級ファミリーカーであったためパーツは皆無に、 等しかったが、2014年現在これらの車種は、走り屋のベースマシンとして、一定の地位を築いており、特にマーク2系に関しては、パーツ選びに苦労することは、まずない。これらの車は 1JZ や RB20、RB25 などを搭載しているため、スープラやスカイラインなどの 2JZ GTE や RB26 といった同系の高性能エンジンを換装する、ケースも多い。 駆動方式は、シルビアのような後輪駆動、シビックのような前輪駆動、ランサーエボリューションや、スカイライン GT-R のような四輪駆動など、様々である。ただドリフト族においては、ドリフト状態を維持しやすい後輪駆動が好まれる。変速機は、マニュアルトランスミッションが圧倒的に支持を受けていた。最近では、パドルシフト等の普及、 オートマチックトランスミッションの性能向上や、スポーツカーへの搭載により、AT を支持するものも増えた。最高速に使用する車両の特徴は、フェアレディ Z、スカイライン GT、R、ダンサーエボリューション、インプレッサ、RX-7 などの、各自動車メーカーのフラッグシップに相当する車両が、使われることも少なくなく、莫大な資金を投じて改造が施される。また、ポルシェ、 フェラーリ、ランボルギーニ、コルベットなどの輸入高級スポーツカーも多い。以下は日本で使われている用語である。走り屋の携帯ゆえに、一般的なモータースポーツ用語であることも多く、そのため一般人でも多少は理解できるものが多い。ガスガソリンのこと。欧米では一般的な呼び方。給油をガス入れと呼んだりもする。日本国内でも燃料切れのことを、 ガスケッツと呼ばれている。コーナーサーキットにおける故障と同様にカーブのことをコーナーと呼ぶ。コーナーを走行することをコーナリングという。またヘアピンカーブのことをヘアピンという。ダウンヒル峠周辺におけるワインディングロードの下りを指す。ダウンヒラーは下りが得意なものやその種類。ヒルクライム峠周辺におけるワインディングロードの上りを指す。ヒルクライマーは 上りが得意なものやその種類。基本的には、ヒルクライムではテクニックよりも車のパワーさえあれば、ある程度早く見えてしまうので、ダウンヒルが得意だとしているものが多い。チューンチューニングエンジンを含む車体に手を加えること。走行性能や操作性の向上などを目的とする。そのための部品を、チューニングパーツと呼ぶ。バトル勝負の判定をするための走行の総称。 バトルと動詞になることもある。勝利の条件はその時々で異なる。ギャラリー峠の脇やコーナー、駐車場、高速道路のパーキングエリアやサービスエリアに出没する見物人。直線馬鹿、直線番長04、最高速などのジャンルにおいて、主に直線を走ることに重きを置いたスタイルのこと。ルーレット族、ローリング族においては、コーナーリングよりも直線でしか、 速く走れないといった意味で最大の部別感を持って使用されることもある。逆に湾岸族においてはどんな時でもアクセルを踏みっぱなしのとんでもないやつという愛称で使用されることもある。また弾丸も同じようにまっすぐにしか進めないため弾丸野郎などと呼ばれることもある。86小僧一般に AE86 に乗る入門者のことを指す。86は 中古相場も安価であったために若者にも入門用として購入しやすかったことが語源と言われている。ただし、86を早く走らせるためには高度なテクニックが必要であるため、86に乗っていることが入門者ということにはならない。近年では頭文字 D に影響されて車のことをよく知らずに86を買う者への皮肉の意味でこう呼ぶこともある。なお、現在の八六は オーナーの多くが創年者であるため、86小僧ではなく、86おじさんと言える。走り屋を購買層に想定した雑誌が2007年現在でも数紙発売されている。これらの雑誌は過去においては、行動での暴走や道路運送車両法に違反する改造を公然と示唆する内容のものも少なくなかった。近年では雑誌側で、 サーキットでの走行会や草レースなどを主催したり、積極的にサーキットでの走行を推奨する記事、あるいは合法的な改造に関する記事も珍しくなくなったが、一方で、やはり行動での暴走に関する記事が完全に消えたわけではない。こうした雑誌に対しては、商業誌において違法行為を助長する行為への批判もある。街道レーサーとは、 富士グランチャンピオンレースの前座であった、シルエットフォーミュラに触発された車両の作りが主で、グラチャン仕様やチバラキ仕様とも呼ばれる。前述の通り以前は、走り屋の同義語であったが、現在では主に車庫端、リムの深いホイール、派手な装飾パーツ、大音響のエンジン音などの改造を施した旧車のことを指す俗称。俗者とほぼ同じ意味で使用されており、こういった改造は、 旧車愛好の一つのスタイルとなっている。由来は1980年代に登場したモーターマガジン社の自動車雑誌、ホリデーオートの読者投稿コーナーを、を毎回同レーサーで前述のスタイルの改造車が数多く登場したことによる。レーサーとついているが、最高速やテクニックでは競わず、危険な走りはしない旧車愛好家であることが多いが、一方で、 このような改造者の暴走族は現在でも存在している。日本国外でもオートバイや自動車で時速3 0 0トル以上の高速走行をする者がおり、またその様子を撮影した動画がインターネット上に投稿されることもある。例えばオートバイ同士や自動車同士、オートバイと自動車の対決動画などを投稿する者がいる。アップロードされている。 大部分の動画が行動で行われているため、日本国外の交通法規と照らし合わせてみても違法行為と思われる。ただし、アウトバーンのような制限のない高速道路も海外には複数存在するため、一概に違法行為とは言えない。有名な動画では、ブバッティ・ベロン VS、ヤマハ R1 レーシングダウンモーターウェイなど、動画サイトの普及により、 続きのオートバイで行動を時速 300km 以上の速度で走り抜けるゴーストライダーやフルチューニングを施した Z34 型フェアレディ Z でスーパーカーを抜き去る GTR キラーなど良くも悪くもヒーローのような扱いを受ける者も,も多くなる一方それを模範して無謀な運転を行う者も,も多いアメリカでは峠道が少ないために 日本でいうローリング族はほとんど見受けられない。工業地帯や郊外の直線道路を使ったドラッグレースが盛んで、バイクであれば各社のスポーツタイプのバイク、自動車であれば古いアメ車や日本製のスポーツカーが広く使われる。日本製の車では GTO などの四輪駆動車や全輪駆動車が人気が高い。中にはナンバープレートのついていないバイクや自動車で、 ドラッグレースに臨む人もいる。アメリカ合衆国では州によっては前ナンバープレートは不要である。これらもサーキットではなく行動で行われれば違法行為であることに変わりはなく、実際に過去にも警察が逮捕している。一方でこの行動レース撲滅の一環として合法的に走れる場所を提供しようという動きがある。なお過去にはアメリカ大陸横断レースと言われる。 非合法行動レースが行われたこともあったが、これは公開された一大イベントのようなものとして行われるため、日本の非合法レースとは状況が異なる。また、アメリカ大陸横断レースは必ずしも自動車やバイクで行われるわけではない。1960年代には、ロッカーズの間で短時間の行動レースが流行し、カフェレーサーと呼ばれる改造スタイルが広まった。 オーストラリアではメルボルンとシドニーに多い。オーストラリアでは日本の走り屋のようなことしてフーンという語が使われている。フーンは名詞としてだけではなく時として動詞として使われることもある。1970年以降メルボルンでは定期的に行動での競争イベントが行われることもあり、最近ではより多くの人がより安全に参加する目的で 警察にも届け出を出した上での劣史としたイベントとして行動レースが行われることもある。またそれ以外にもドラッグレースが複数車線のあるフリーウェイで行われることや一般道で街環境争が行われることもある。香港では日本や他のアジア諸国からもたらされた文化が大きい。香港では香港警察が道路に置き石、 検挙するなどしてその対策に乗り出している。頭文字 D のような日本産の漫画を香港の会社が映画化することもあり、香港は他のアジア地域から見ても所得が高い層が多いため、余興のように行われることが多い。主にサウジアラビアに多くタフヒート、サウジドリフトなどと呼称される。車種はスポーツタイプよりも日本ではベースにする人がいない FF セダン 特にカムリやソナタ、アコードといった D セグメント車が多い。単独事故だけでなくギャラリーを巻き込んだ事故も多発しており、インターネットの動画投稿サイトで公開された動画の中には同乗者が車内から飛び出すというショッキングな瞬間を捉えたものもある。また、石油関連で裕福な家庭が多く、若者でも最新のフェラーリやポルシェカレラ GT など数千万円はする。 スーパーカーにてサウジドリフトを楽しんでいる動画も存在する。漫画代表的と思われる作品を挙げている。基準は明確ではないが、前述のメディアミックスや長期連載され、車漫画、バイク漫画のジャンルにおいて知名度が高い作品。おおむね行動での非合法なレースバトルを主題にした作品である。映画特に走り屋のスタイルに近い2000年以降の 映像作品を上げているオリジナルビデオありがとうございます。